パパじゃん。え、本当だ。お前現実世界に来てくれたのか。あ、なかなかね。どうだ。あ、もう 9% は意外とだよな。してますね。うん。なんかババア文化が浸透してきてるかもしれないね、これはね。確かに。うん。今日もあれか、アニメババアか、まあ見とっか、みたいな。あ、輸入雑誌で紹介されたぞ、千代の国。あ、いいね、いいね。まあ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 。あ、でもお金もそんなに。ん？ババアじゃん。え？あ、本当だ。お前、現実世界に来てくれたのか？え？下町の工場しているものです。いや、なるほどね。自分に似てるところがあったのかなって。そりゃそう。そりゃそうよ。確かに親しみは感じると思うよ。確かに。だってモデルお前だもん。お、なるほどね。ぬいぐるみを作ると。はいはいはい。え、オファー追加、ぬいぐるみか。あ、これもあれか、銃で作れるんだ。やってみようか。あ、いいっすね。うん。やってみよう。ぬいぐるみか。600万ですか、これ。300万。あ、300万か。うん。見てなかった。あ、なるほど。こっちの層が伸びるんだ。ストラップでね、お茶の間とマニア層は伸びたけどさ、今のぬいぐるみを作ったらこっちが伸びたんだね。あ、なるほど。うん。いいね。え、ババアのぬいぐるみ量産しよう。あのゲームセンターの UFO キャッチャーにあのババアコーナーができるぐらいまで作りたいね。うわ、売れ残りそうで怖いな。でもうちらのね、最高傑作って言ったあのバババスだったけどさ。確かに。あのバババスのぬいぐるみとか多分今頃あってもおかしくないよね、今のはもう。あーゲームセンターの UFO ゲームをUFO キャッチャーはもうババアが埋める。いやエキゾチックババアどうだったかな。うーん、あんま覚えてないですね。覚えてないね。いきなり撮ったじゃん。撮ったじゃん。いきなり撮っちゃった映像ショー。え、マジであれで撮れたの。やばやば。やっぱスク水が映えたんかな。あ、多分あのスク水とね、あのババアのあのあれ、エクソチックマジ。わあ、この辺はダメか。ダメか。あ、ダメアミニーションね。まあ、これはないもんな、じゃあな。ほらね、ない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 。グランプリ？グランプリあるよ。にゃお！ああ。なんだ、忍者おっとりちゃん。ちょっと見てみたいわ。確かに。初めて2冠しましたね、これ。2冠来たね。うわ、でかい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 、お金。取り戻した、うん。取り戻したね。あ、ファンレター。お、ホームカンパニースタジオの作品の大ファンです。治療のダンクをネットで情報知って、楽しめたまりませんと。舞台は戦国時代は好きなのですが、内容も発明とバスケットということで、とっても楽しめました。いやー、分かってんな、お前な、中高生。中高生。うん、中高好きの中高生増えたな。絶対この国の行く先はあの今より激しいあの少子化だよね。そうだね。少子高齢化を推進しています、ホームカンパニー。え、何テナントし、あ、何ここ、あ、これかこれか、テナント。あ、そうだそうだそうだ、これもそうだったね。そうだ、高いんだよな。じゃもっと稼がないと。いや、稼がないと。え、だ、むしろ なんか建てる。いや、なん高いやつですよね。どっちかっていうと、こういうの建てたいですよね。そうだね。これはいいかな。これちょっと気になるんだよな。結構下、ね、上がるもんね、あれね。はい。あと、これもいいですよね。映像が上がる。映像が上がる。でもさ、さっきあれじゃん。映像はもうさっき撮れてるからね。試写会上げた方がいいのか。うん、全体的な試写会じゃない？高いな。作れなくなっちゃうからね。今やっぱやめとくか。いや、とりあえず。儲けましょう。うん。一回作ろう。近未来。これは、うん。新しいやつ。
近未来はやりたいね、これは。近未来で活躍するババアが見たい。何でしょう。近未来か。近未来。近未来。まあ、やっぱ最初は、無難にアイドルとかですか。近未来、あ、もうアイドルはやりたいな、確かにな。アイドルはやりたい、確かに。近未来アイドル。発明しましょうよ、近未来で。なるほど。近未来で発明ね。はい。ああ、いいね。近未来。これは最強だね。確かに。それをババが作り出すわけだもんな。ババが、近未来なのにババが作る。ああ、しかも近未来なのにあいつすくみてきてんだよな。昭和に取り残されてる。明らかに間違ってるよな。これさ、もしかしてさ、いや、シナリオ、違うのかな？あんまりこいつ、監督にして良かったことないんだけど、内容が悪いからなのかな。いや、関係ないと思いますよ。やっぱそいつで新記録出たんで、やっぱそいつだと思うんですよね。ああ、まあそういうことなのかな。センスなの、はい、センスとシナリオのバランスが大事っていうんだったらさ、どうかなとちょっと思ったんだけど。ああ。まあでもし、まあこれ、それでもこいつは高いか、やっぱりね。ないっすね。まあ任せよ。舞台、近未来、そしてアイドルと発明を、ここをこうすれば、これを追加して、もう一枚。4枚。うわ、なんか、めっちゃくの予感。あ、来た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 ぞ、これは。これは来た。え、これはマジで、一歩でかいぞ、これは。これは相当稼げます。これはいける。え、どうしよう、もう、え、近未来、ん、うわ、もう行くしかねえだろう、行くしかねえな。あ、だけど1な、お前はな。せやな。あ、だけど1な、 20% だぞ、頑張るよ。 20% ぐらいいけんだろ、お前。このアニメにかかってんだぞ。首だ、また首だ、首だこいつ、はい、全然首。社運がかかってる傑作アニメをお前のせいで NG シーンが15個増えたんだよ。責任感じでさ、ちょっと自主退職とかしてくんねえかな。ブラックだな。あ、まあ、ここはもうすくみずば、いや、待って、これがもしかしたらリゾットババア出した方がいいかもしんない。あ、まあ確かに。うん、こんだけ傑作って言われてんだったら、感想はある。いやーでもどうなんだ。いやーでも、いやー迷う。いや、でも、俺はちょっともう一度ちょっと復刻させるか。リゾドババは。ああ、なるほど。うん、復刻。お前が帰ってくる場所はここに用意した。頑張れ、ババ。いいよ、ギャグ、高いよ、やっぱり。決めポーズも決まって。低いんだよな、この辺な、なんかな。なんとも言えないですね。なんとも言えない。でも、まあ、見せ場、3つあるのはでかいって。まあまあ、そうだね。あれ、見せ場とかもさ、なんか4つ5つかでできてくんねえのかな、あれな。あー、確かに。うん、やっぱそれが基礎ステータスのあれになってくるのか。いや、ババアの活躍でアイドルがレベル4。おお、アイドルって言ったらやっぱリゾートババアってとこあるしな。まあ確かに、うん、でかいですね。アイドル業界はババアが作る。おお、いいぞ。え、10、ええ、すごい。え、すごいじゃん。やるじゃん、やるじゃん。いやいや、何じゃん。おう、え、待って、これさ、絶対あれじゃない？え、音楽29。え、待って、これ。新記録じゃないの？まだこれでも。こないだやっぱすごかったっすよ。あ、まあ、そっか。80超えたんじゃないですか。そっか、そうなんだ。確かにそうだわ。うわ。まあ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 。まあ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 。俺は確定で稼げるはず。そうだね。そう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 。まだここからちょっと伸びるっていうのあるしね。いや、頼むって。このアニメがマジで成功して、ちょっと報酬、お金が欲しいね。ですね。うん。待って、今さ、あれじゃん。年俸、うん、今あげよう。お前なんだ、お前は、お前は首にするからダメだな。首角で怖いな。怖いな。こいつはもう5か。
あ、作画っすかね。そうだね。原画のこいつだね。画力でもなんか低いよな。なんこんなもんか、なそうっのかすな。ね。やっぱ最初の公募で低かったのはでかいんですかね。ああ、そうかもね。でもまあ、65までできまたね、画力あまあまあまあ、ね。確かに確かに。うん。まあ、悪くないか。まだ転職繰り返してあげるしかないか。いや、そうだね。これもあれだよね。そろそろやってみるっていうのもあるよね。判決をシリーズのさ、こいつもディああ、レク別ター子の。でさ、はい。なってるから。こいつキを、ャラクターそうデザか。イン。あとさ、あ、原画キャラマクン、ターデあ、ザインっていうあのんじもあゃん。るみたいですよ。ありますね。センスなんだ。じゃあ、キャラデザは。だったらあの原サ画クじゃラマンねをえ。描い原た画方マが、ン、うん。あ、ゲンガマンか、ゲンガマンを描いた方が。ね。これで、リベルカトラン。あ、55まで伸びるもんね。まあ、多分伸びああ、るね、やっぱりいいっすね。ね、いいっすね。うん。やっちゃいましょうよ。ちょっとお前、やってみ、キャラデザ。で、こいつ勤務態度悪いっすね。ゲンえ、ガママン。ジで？見てくださいよ。いいです、いい。教育した方がいいっす、こいつ。うーわ、マジ？こいつちょっとな。ちょっと今日一日ペン回ししてるよ。相当つらい。これで、ああ、もうこれで基礎ス作テー画タとセンス分かるやつはス。ないのか。ないね。ちょっと待ってか。おー、あ、チ全ン部分かるんコだ。で全部開けてどういう神経してんチの？ンコ？どういうこと？あ、でも美術館見学で一応上がるね。ああ、いいっすうね。ん。これ、お金あるときやりたいっすね、じゃやりたい。あ、動物園でもいいじゃん。うん、あ。あ、これでいいじゃん。これでいい。おこれでいい。ー、いい。2000万か。ちょっとお金で、ね、ちょっとあれだね。この、近未来バーが当たったら、お金は入ってくるはずだから。そうっすね。うん。あれだ。え、ちょっと頑張りたいね。これで、ちょっと原画マン。いや、もう19作品目か。結構来たな。いいよ。いやー、そうか、アイドル。アイドル。発明。なんだ発ろう、明。発明ってなんだろ俺はドクターストーンとかしかわかんないんだよな。ドクター。ドクターアイ。ドクター48。千代子。千代子。いやー、いい、ドクおターー、いいね、いいね。48、千代子、いいぞ。お、高得点、71点はでかいな。でかいね。千代子、来たか、これ。